小根剣道事業院、小根剣道明治18年11月27日は、江戸時代末期から、明治時代の日本の事業家、書家、文人画家、天国家である。明治政府の直命により、御事、国事を国したことで知られる。また、坂本龍馬の良き理解者であり、財政面を支えている。陽名を六、六郎太、六郎。意味名を、豊明。 ジオカミカタジケナ、剣道はゴで失語を、沈下内産房、ナ平釣りイとした。通称は坂長崎の人。おぞね剣道書、シーボルト記念碑おぞね家の演祖は、武田勝頼の家臣とされるが、家祖は、江戸時代初期の平戸同期である。同期は、博多、平戸と移り、慶長年間に、長崎本博多町に住み、古物商と、外国貿易を制限業とした。 出島の南蛮屋敷の建設、メガネ橋の修復、随光山永生寺の建立など様々な事業を行った。この同期の代に、おぞね制に変わった。その後に家運が衰え、剣道の祖父の代には貧窮に陥ったが、父、六左衛門は、幕末頃、越前福井藩や比前佐賀藩の御用商人となり、長崎屈指の豪商になった。剣道はこの父と、母、 中山市の第一子として生まれた。六左衛門は文芸にも造形が深く、蓄英と合しているが、篠崎小竹にちなんだと言われる。古書画や古記物を愛玩し知るしぐがあった。剣道に対して文芸の道に秀でることを望み、その教育に熱心だった。剣道はこれに応え、詩、書が、天国に加え、音楽や陶芸にも造形を得た。書は、春郎国。 水の眉川について学び、来白新人の先証拠からは、霊書の処方を伝えられた。後に、日清州工場期締結のため全県大使、建宗なりの随員として、新国に向かった折に、新国側の全県大使、李工省にその書を認められて、沈下内参謀の被体を送られている。文人側、鉄、王祖門に指示、木下伊豆や三浦青切門にも教えを受けた。 来白新人の陳一衆と交わり文人画の画法を伝授されている。花鳥画や山水画を得意とし、五久本村尾満はじめが起こした長崎書が清市段階を継承しその発展に寄与した。若き日の富岡鉄斎は、小曽根家に招かれて所蔵された中国原民心の書画名跡を見て、文人画家を志したと言われる。 天国は長崎派の源の白民の流れを組む大白石実りについた。とりわけ天国に優れた技能を発揮。17歳の時には名氏の求めに応じて国印している。21歳の時時国印の隠布、剣道印布、剣道印矢部を観行したが、篠崎小竹、広瀬丹僧、草葉灰川らがその序文で大いに称賛している。また、隕石、百貨園線がある。 三十歳で、江戸に有歴し、十四代将軍、徳川家持に越見し、鉄筆の霊章を剣じて、新章下詞されている。明治四年、明治政府から、御事、国事の国印を拝命される。従前の御事、国事が正しい印法、天法に則っ,っていないことを嘆き、剣道自身が、政府に対して憲白していた。しかし、 剣道の敗国した印は漢字に、時代の誤りがある上に、両院の書体が統一されておらず、草卒の国、あざて天がなるをえす。早卒に、祭祀折国省生活国面も、不よろし様にあい、未行と不評だったため京都の心臓録が合金制で、中造し、同じく、京都の天国の専門家である、安倍久泳ぎ道が敗国した。なお、新しい行事。 国事に関して剣道が不士したという風説があるが、印の申請に対しての剣道の行事、国事制作拝命願書が、明治6年9月に、湿跡の上却下返却された資料はあるものの、不士を示す資料や証拠は、一切ない。音楽は月金を好み、三宅忠しの門下となり、民進学を学ぶ。これは、来博した林徳立より伝えられた。 中国の伝統的な音楽である。後日、剣道とその一門は、東京の離宮において、この民進学の午前演奏の栄誉に良くしている。おぞね民進楽と呼ばれ、長崎から各地に伝わり浸透した。この流れは現在長崎の無形文化財に指定されている。名刀、亀山焼の発展に尽力し、自らも、鉄、 大う門やきのしたいつくもらとともに絵付けを施している。亀山焼き廃用後は、長男、新太郎に再興するように託した。この意志を受けて明日太郎は、明治24年頃に投稿を各地から招き、自宅の庭内に窯を開いた。おぞめ焼きもしくはかなえやきと呼ばれ、明治32年まで続いた。剣道は、文人としての活動ばかりでなく事業家としても多いに、 活躍した。松平春学の援助を受けて、父と共に、波の平海岸一帯の埋め立て事業をして、港湾を整備し、貿易の進展に尽くしている。坂本龍馬や勝海舟と関係があった。海舟と長崎妻との間に生まれたこの世話もしている。ちなみに海舟の印は、剣道の作である。龍馬の亀山社中の出資者となり、 亀山焼き工場跡地を本拠地に圧戦した。後に開園隊となってからもその本部は剣道邸に置かれた。また、龍馬の妻、お龍に月金を教えたのは剣道の長女、菊と言われている。晩年は、小曽根小学校の創立、寺院や神社の創建、桟橋の仮設、高島炭鉱の三菱への譲都圧戦などの業績がある。去年59。 死亡は、大金院白玄剣道古寺波平太平寺に墓所がある。ありがとうございます。